はい、こんばんは。今日はちょっと進化しました。いろいろ これが遠藤の古希な104なんですけど、台車は金属なんですけど、こっちはプラなんですよね。たまちゃんも建物とか関係ないんだね。もうビル泣き倒して出てきたぞ。生まれてきたの。ちょっと待って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 。よしよしよし。たまちゃんもだ。あそこを横断すんだね。でね、これここ連結器もフル金属なんですよ。なんでね、なんかいまいち噛み合いが良くなくて脱線するんで、ちょっと待機。はい、戻ってきたの、たまちゃん。何今までずっと動かなかったのに。戻ってきた。また行くみたいです、たまちゃん。あんまそれ待てないだろ、どうせ。そうだね、そっち行ったら早いね。鉄道模型の速度を測るアプリでやったんですけど、だいたいこれで 70-80 キロですね。実際の車両にすると。で、マックスで、例えばあのキハ、マックスに177キロぐらいでした。あ、なんか やばいよね、速度。大丈夫か。来てるよ、たまちゃん。追い抜き。たまちゃん追い抜き。これで今貨物が60キロぐらいかな。何回かほら、いろいろな速度で計測すれば大体何十キロか分かればいいなと。あのアプリ便利だよ。あの線路の長さを入力して、例えばこっからここまでスタートで到着でボタンを押すと速度が出る。あれはなかなか面白い、ね、来てるよ、たまちゃん。たまちゃん来てるよ。たまちゃん来てるよ。あれたまちゃんも日に日に学習してきてるよね。来てるよ、たまちゃん。ほら、あ、ちゃんと、あー、来てるよ。関係ないんだから。あ、なるべくぶつからないようにお願いできますか、たまってさん。なるべくぶつから、もう車両は外出ちゃってるじゃん。いいや、もう今日はこの辺にしとくけど、ちょっとたまちゃんはちょっと。たまちゃんはちょっと観察します。ほら、たまちゃんの道作ったんだよ、道路。大型特集。やっぱってやろう。今ならちゃんとコントローラーに手がいってたんで、ギリギリセーフっていう。微妙に当たったね、たまちゃん。なに、足臭いよ。なんかもう構ってほしくて構ってほしくて、もう足んとこ来てずっとこツンツンツン。なんだよ、怒ってんの。なんかちょっと怒ってる。なんだよ。
回行くの？なんか自分中心な動画になってないみたいな、そんな感じなんだな。大事故、大惨事になってます、あっこ。お客さんの荷物が全部台無しに。たまちゃんをちょっと追跡していきましょうか。こっち来ればいいんじゃない。はい、来た。はい。いいか。コールアタックしてくるからね、これ。撫でないとさ、納得いかないみたい。つまんない？帰ろっか。なんかこのモフモフが気に入ったみたいだから持ってってあげよう。はい、もうおしまいね。おやすみ。